これからバスケを楽しんでいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、これをイメージして、はい、ではゴールのところですね。ゴールは世界に通用する真のラグビーパーソンになるをコーチには設定しました。これ今パッと言われて難しいかもしれないんですが、ぜひその期間中に考えて自分なりに答えを持てるようにしてください。いろんな人たちとも交わって協力する中で、みんなの人としてどういう立ち振る舞い行動ができるかっていうのをどんどん見ていきたいと思います。アルティメット、どういうの？限界、そう、限界、究極限界にチャレンジしようっていうテーマです。もっと、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 上げろ、上げろ、上げろ、日本代表、元日本代表のロック、こちら真壁慎也さん、同じく日本代表、元日本代表のロックです。それぞれの日本代表の経験とかを話してもらいたいと思うので、自分はもうずっとやってきたけど、自分を振り返ると、今日の自分はどうだったかとか、今日もね、いろいろゴールとかされたけど、これ本当に自分がゴール消えたかどうか正直に言って、消えなければなんて消えなかったか、明日はどうすればいいかというのを常に考えているので、やっぱり自分自身をこう見つめ直すというか、僕も書き忘れちゃったりすることあるんだけど、やっぱりなるべくそれをやるようにすると、自分のこう、まあ、ミスだったりとか、自分が弱いところだったり逆にいいところが見えてきたりするので、この人に言われて、いいですか？はい。でこれもポイント制になるので、みんなむちゃくちゃチャレンジして、はい、みんな下手じゃないからやるかやらないかチャレンジしましょう。はい。で結構いいキックやん今のは。当たったけど、あれ違って、オッケー、おー、ナイス。ご飯を準備してくれた方々に感謝をしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ご飯をたくさん食べて午後の練習に備えましょう。はい、では合わせてください。いただきます。素晴らしい、素晴らしい、はい、これに考えます。今日このジャージを買って頑張ってください。はい。
で、決まりはこれです。おぉ、かっけぇ。そう、パトマコーチがさ、ジャージについていろんな話をしてくれたけど、どういうこと言ったか覚えてるから、なんで黒なんだっけ。いろんなチームね。で、この出たいろんな色表せるんですね。で、今日はこの中にしっかり自分の色を込めて、この黒がより輝くようにしっかり頑張ってプレイをしてください。はい、みんなが大人になってブラックラウンドでしっかりこれを勝ち取れるように頑張って、それで勝ち取ってみんなの代表で試合をする、しっかりその責任を持って、ね、みんなの気持ちも一つで試合をしてください。いい感じですか。中西丸、はい、中西丸君、拍手。加工連太郎、いくぞ。Yeah!